か。今日はですね、GX7M3 というカメラを買って、初の試し撮りですね。まあ、正確には昨日も少し撮ったのですが、まあ、本格的に撮って、ちょっと YouTube に上げてみようというようなつもりで撮ってるのは、今日が1回目ということになります。で設定は、今、もう標準のもので全てやっていて、でこのフォーカスは AFS ですね。ちょっとまだあまり深く理解してないんですが、まあ、とりあえずこの設定で行ってみようということで今撮っています。レンズはオリンパスの 9mm から 18mm の超広角ですけど、結構小型のものがありまして、もともと持っていたのでこれを使って今撮っている感じです。で昨日撮った感じでは、今まで持っていた GX7M2 と比べて別物っていう感じがして、かなり普段 YouTube に上がっている GH5 に近いような雰囲気の画像になってるなっていうのを iPad で確認したっていう感じなんですけれど、まあ、今日このように改めて撮ってみてどんな感じなのかっていうのがちょっと楽しみですね。本当はカメラは GH5 か G9 どっちか買おうかなというふうに考えていたんですけれど、ちょうどドリキンさんという方が YouTube ライブをやっておられて、でこの GX7M3 というのがかなりの画質的に GH5 に近いところまで行ってるというようなお話をされていて、で私知らなかったんですけど、これ30分制限というのがないんですよね。ということはこれはかなり長時間動画が撮れるという機能ももともと持っているというので、まあ、気づきを新たにしたんですけど、でもこの画質の魅力っていうのをちょっとこう負けてしまいまして、で思わず買ってしまったっていうところなんですよね。でこう実際こう買ってみたところ、今のところ非常に写真も動画もこう綺麗にこう撮れてるっていう感じがあるので、まあ、すごく良かったですよね。ただこの動画がこの無制限に撮れるかっていうと、いろいろ検索をして調べてみたんですけれど、まあ、これは GX7M2 の話ではあるんですけれど、やはり GH5 とかと比べると熱対策っていうのはそこまで長時間耐えられるようにはどうもなってないみたいで、まあ、これ多分気温によっても変わってくると思うんですけど、確か80分ぐらいだったかな、そのぐらいで 4K 撮影で撮っていると止まってしまったりみたいなことがやっぱりあるみたいですよね。フル HD であればその辺はあまり気にせずにもっともっと撮るでしょうけど、 4K で撮るってことを考えてみますと、やっぱり GH5 は GH5 みたいな感じなんだと思うんですよね。だから、まあ、そこまでではないにしても、まずはそこそこ撮れる、長時間撮れるし画質もいいしということで期待をしているところです。今日もこれをちょっとあえて今日は iPad の方で編集してみて、まあ、パソコンに比べると画質も落ちるみたいですけれど、まあ、こういった小さいカメラで、まあ、iPad でっていうと、もともと私があんまりこう本格的にドーンと GH5 あるいはもっとソニーのフルサイズとか使って、パソコンもハイスピード使ってグリグリというよりは、まあ、日常の中でパパッとこうできるみたいなところのスタイルの方が好きなので、まあ、それでどこまでいけるのかっていうところちょっと確認をしてみたいと思います。